地球は海洋研究開発機構地球深部探査センターの地球深部探査船。運行管理及び掘削業務は当初はジャムステックの自主運用。2006年からはシードリル社の協力のもとでグローバルオーシャンディベロップメント社が行ってきたが2008年からは日本マントルクエスト社によって行われている。日本、米国が主導する。 統合国際深海掘削計画において中心的な掘削任務を担当しており、巨大地震、津波の発生メカニズムの解明、地下に広がる生命圏の解明、地球環境変動の解明、そして人類未踏のマントルへの到達という目標を掲げている。なお、鮮明の地球は一般公募で選ばれた。海底は地上と比べて地殻が薄いこともあり、 掘削調査による地球物理学や海洋地質学の研究に適した場所とされている。1960年代初頭にアメリカ合衆国が着手したもホール計画を端緒として60年代後半の深海掘削計画1985年からは国際深海掘削計画といった掘削調査が順次に進められてきた。1980年代後半 日本の科学技術庁は21世紀の地球科学関連研究の飛躍的発展のために最も効果的な施策についての検討を行った。この際に ODP による貢献が非常に高く評価された。しかし、これらの食作調査で用いられた掘削船は DSDP ではグローマーチャレンジャー、ODP では ジョイズ・リゾリューションといずれもライザーレス屈作にしか対応していないという技術的な限界を抱えていた。このことから1989年に発表された報告書ではこの限界を解決した新型の屈作船を開発し国際協力の下で研究を進める必要性が特殊された。これを受けて1990年政府の科学技術会議は 新しい深海掘削船を開発して、深海掘削計画を強化することを答申し、同年より、ジャムステックにおいて新たな深海掘削システムの研究及び技術開発が着手された。1992年から1994年にかけて設計及び要素技術の研究開発が行われ、ライザー掘削システムの導入を基本とした技術計画案が作成された。 1995年からは、全体システムに関する研究に移行し、本線設計と主要システム、概念設計などが取りまとめられた。そして1999年からは、基本設計を開始。2000年3月には、三菱重工業が、全体の取りまとめと掘削部分の開発、三井造船が、船体部分を担当する建造契約が締結された。 そして2001年度の政府予算原案の国会承認に伴って建造は正式に承認され2001年4月25日に三井造船玉の事業所で寄港されたこれによって建造されたのが元船である船形は大甲板型とされ船体の前方には大きな箱型の上部構造物が廃された上甲板上7層 下一層の甲板に船橋と居住区画が設けられているほか、上端には30人乗りの大型ヘリコプターにも対応できるヘリコプター甲板が設けられている。一本の掘削作期間は6ヶ月を想定しており、このために乗組員は1ヶ月おきにヘリコプターで交代するほか、長期間の戦場生活を求められる研究者に配慮して居住区の大半が一人個室とされた。 また、外国人研究者に日本の文化に親しんでもらいながら円滑な意思疎通を図るためのレクリエーション施設として茶室も設けられている。船体中央部には本船の外見上の特徴となるデリックが配されている。高さは海面上からでも約120メートル、船底からなら130メートルと世界一である。なおこれは日本国内にある。 あらゆる橋よりも高いため入港できる港は制限されてしまっている。主機関はディーゼルエレクトリック方式を採用している。V 型12気筒の三井12アド3 0ト、ディーゼルエンジンによる主発電機6機と V 型6気筒の三井6アド3 0ト、ディーゼルエンジンによる補助発電機2機を備えている。このアド3 0トディーゼルエンジンは国家的プロジェクトとして 国内3メーカーが共同開発したもので、大麻ーセラミック用車のシリンダー、ガス交換性に優れた一弁式球、排気システムなどの最新技術が導入されている。推進機としては、選手部にサイドスラスター1機と、アジマススラスター3機、戦尾部にアジマススラスター3機を備えている。全力高校時は6機、通常高校は5機、出入航行時は、 線尾部の2機のみを使用するものとされている。また定点保持が求められる、掘削中には、これらは自動繊維保持システムによって自動制御され、水深1000メートルでは半径15メートル以内、水深2000メートルでは半径30メートル以内の精度で常時保持できるようになっている。これら水深機を制御することで、風速三メートル毎秒、波高点五メートル、 潮流1.5ノットの海強化においても掘削が可能である。蒸気の経緯により、本船ではライザー掘削システムを備えている。これは石油プラットフォームなどによる海底油田の掘削では多用されてきたが、化学掘削船としては世界初の採用例となった。従来の掘削船で用いられていたライザーレス掘削システムではドリルパイプだけで掘り進んでいたのに対し、 本線のライザー掘削システムでは、ドリルパイプはライザーと呼ばれる中空のパイプの中を通っている。ライザーは掘削線から海底面まで達しており、そこから先はドリルパイプだけで掘り進んでいくことになる。ドリルパイプの先端からは、比重が大きい泥水が噴出しており、掘削口内の壁面圧力を調整するとともに、泥水の漆喰効果によって掘削口の崩壊を防止できる。 またライザーを通じて泥水や削りカスを回収する。本船の場合、ライザーは内径 533mm、1本の長さは 27m、重量は約27トンである。水深 2500m での掘削では約90本をつなぐことになる。また、その内部に通じるドリルパイプは直径 140mm、 長さ9.5メートルの高強度交換であり、先端部にはダイヤモンドなどの掘削陣がついたドリルビットが付けられている。指定下7500メートルまで掘削する能力を備えている。これは世界最高の掘削能力であり、マントル物質や巨大地震発生域の資料を採取することができる。ライザーの先端部には防粉装置が取り付けられており、 石油やガスが噴出した場合にも屈作構内に止めることができる。戦場では単に深海底掘削を行うだけではなく、屈作資料を用いた分析を行うための研究区画も備えられている。研究区画は居住区工法に配されており、上階から順に資料の分割を行うラボルーフデッキ、一時的な分析を行うコアプロセッシングデッキ、 さらに高度な分析を行うラボストリートデッキ、それらを管理するラボマネージメントデッキの全4デッキに分かれており、総床面積は約2300平方メートル。掘削、採取されたコアから生じる有毒ガスに対処するための安全措置が講じられており、陰圧管理とされている。コアの分析のため、X 線コンピュータ断層撮影装置を搭載するが、これは 医療用と同じものである。またサンプルの地磁気測定のため、船舶では世界初となる磁気シールドルームを備えている。ケイソ光やコバルト系、アモルフェス鋼板などによる4層の磁気シールドが施されており、地球磁場の100分の1、3.5ミリガウス以下に保たれている。また、船体同様などの加速度のために船上で サンプルの正確な質量を測定するのは困難とされていたが、本線では質量元気との比較補正によって正確な質量測定を可能にする計量器を開発し、搭載している。ありがとうございます。